出てきた。うん、頑張って。まだ近かった。あ、別に傾けんでもいけるで。多分。いきますよ。はい。よいしょ。一肌程度にこれぬくめた方が早いわってなるやろ、これ、ね、この硬さダメだな、北野くんは。そう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 。あ、ここ反対側持ちにくい。やばい、エア噛み始めた。これスローモーションだ。え、斜めにせんでも大丈夫やって。でもなんか今気泡っぽいのが隙間から入っていった。いいよ別にエア噛んでも。下にデフの容量って何本ぐらいですか？ 1.3 ぐらいかな。このデフカバーやったらデフカバーによってちょっとオイル入る量違う。よいしょ。変わってあげようか。じゃあそろそろ。あと1回。え？あと1回や。せーの、よいしょ。実はな、りょうくん、それあんまり入ってないね。そうなんすか。うん、一番上まで上げ切らなあかん、ね。上げ切って、ちょっと維持しながら。オイル硬いから遅いね。勝手に戻るやろ、ハンドルが。そこで維持するの。勝手に戻らへんぐらいまで。で、ゆっくり押す。すごい顔なってできた。当たりが足りていた。魂抜けそう。これ、ここ取れたけど、これいいんすか？うん？あ、いいよいいよ、大丈夫。うんって言ってるほど、あれやしな、レバー引っ張れてないからな。変わってあげようか。そろそろ。なんか悔しいっすね。うん、なんか悔しいっすね。オートバックスのみーちゃん、それ普通にやるのかな。電動のやつとかないんですか？え、あんなデフオイルな電動とかポンプみたいなんでやったらな、ぶっ壊れんねん。そう、ポンプ壊れんねん。手動に勝るもん。その硬いやつでいったらな。昔エアラチタイプのやつ持っててんけど、ぶっ壊れたからな。すぐ壊れるでしょ。うん、すぐ壊れた。高負荷でなんか熱持ってって感じですね。多分そうやと思う。よくこのデータあげるから YouTube にあげるやん。うん、デフオイル交換してみました。してみたけど、クソしんどい。これやばい、これクソしんどい。いったー、焦った。わら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 みたいな。すごい格好なってんね、北尾くん。変わってあげようか。はい。はい。はい、弱い。弱い。